それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめえはあっちだろうが。優しいのね。 1!GO! いっぱいじゃねえか。俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃないから。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだろうな。必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分がある。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだの。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚家だから。あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。東道塾にだって勝ってるんだぜ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦りな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが先行されてる。東横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ、リョウスケ、レッドサンズとして遠征をやった頃と比べて8200がパワーアップしているので、マスコンワークが何倍もナーバスだ。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングには格好のステージなんだ。8200の飛行はどのっち、理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。どのっちのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいみたい。凌介には言うんじゃないよ。クソだね。何が難しいって、テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが僕には辛いとこだぜ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られてる。思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけがノーじゃねえってことだろうが、だからチャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぜ。一見互角のバトルに見えなくもねえが、そうじゃけ、俺にはわかる。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろ。あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利な場面だ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、ロクト。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだろうな。それは違う。まさか京子の先行で俺ほどいい走りができるとは全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていることも、京子の集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなるドライバー同士心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。ちょっと一
行けるぜ。まさかそこまで。なに？ダーリン。フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるんだ。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さ、何なんだろうな。すごい。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、怖いというよりウキウキするのはなぜ。楽しいよ。終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。でか、わかったぞ兄貴。腐女子の弱点、情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは大抵はアドバンテージだが、ハイパワー車ではその軽さがアダになるんだ。すごいことになったら、どうしちゃったの？私もう帰る。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよ、ダーリン。もっともっと深く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。ダーリン。軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向も制動もできない。全くの無防備になるんだ。置いていかないで。終わりたくない。もっと続けたい。気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいかわかんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。諦めないから。すげえな、攻め込んでる。二編成ともね、五線形を限界まで持っとくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの攻撃みたいなステンレスのボディが棒に踏み切りを進めていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると五線形って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で本体があっておまじに都会に入る気配に他には絶対にないぞ。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、行かないで。もっと続けたいよ。割りたくないの。ただよ、俺は先に行くぜ。ダーリン。8200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ、5000系は？
おい、京子。515R はどうしたんだ？それが、大観山を過ぎたあたりで、突然消えちまった。なんだって？おぉ、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで、新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。ごめんね、信彦。謝ることなんかないって。最高の走りができたんだろ。うん。天にも昇る気持ちだった。お前ら本当、誰でもいいんだな。それじゃあ、スタンバイしてくれ。1、2番線の列車を入れ替えろ。無理すんなよ、信彦。わかってる。ざわ、ざわざわ。え？無理はしないさ。無理をせずに勝ちに行く。あれ？